最高。いや、この煙がいいに。ではいただき、うまっ。ケンシです。今日はですね、これから焼き鳥を焼きに行きます。車の中で、まあ車中飯っていうジャンルになるかと思うんですけども、前回はホルモン鍋やったんですけども、あれはあれで本当に楽しかったです。男の休日っていう、まあ、感じだったんじゃないですか。目の前ぐわーっとこう海のところで、よろしければ見てない方は見てください。まあ、かなり優雅な時間を送ってる動画になってるかと思います。まあ、今回はその第2弾ということで、焼き鳥ですよ。健全な朝ごはんとしても今後撮りたいなと思いますので、興味ある方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、とにかく車でパーッと流して、で後ろをバカッと上げて、景色のいいところで朝ごはんを食べるっていうシリーズですね。居酒屋飯みたいなばっかり続くかもしれませんけども、その時はもう、まあ、その時温かい目で見たもん。あと今日買ってきた焼き鳥なんですけども、業務スーパーのもう格安の焼き鳥、意外とヘビーローテーションで買ってるんですけども、その中で初めて買うものがあるんです。ネギマ。実際これ焼いてみて、焼いて食べて、業務スーパーのネギマはどこまで美味しいのかっていうのを今回皆様にお届けできたらなと思ってます。そう、焼き鳥なんですけど、味、何もついてない味を買ってきたんで、いや塩持ってくの忘れたということで、今コンビニで塩を買ってきます。まあでもコーヒーも飲みたいかな。コーヒーも買ってこうか。いやでもまだまだ寒いですね。うん、いやこれ寒い時こそね、やっぱ焼き鳥なんですよ。男は焼き鳥。いや男関係ないですね。塩、うわブラックニッカーすっげー、これ飲みたい。よし、そしたらいろいろ買ってきたっていうことで、まあ出発進行。はい、着きました。まあ、これから焼き鳥を焼くんですけども、皆様にご注意していただきたい。外が明るい分、室内はかなり暗いです。焼き鳥ちょっとうまそうに見えないなってこう思うかもしれませんけども、雰囲気だけ楽しんでいただければと。で、楽しむのは私です。よしよし、ほな持ってきたのをちょっと準備していきましょうか。まあ、アルミテーブル。これは絶対大事ですね。はい。アルミテーブル。で、これ焼き鳥。で、次は、ガス。そして次は、網。で、次はST31R。こんないい景色の中、焼き鳥が食べるっていう、まあ、そこは本当にいい、優雅な男の時間。よし、完成。はい、これだけ。この感じがいいな。まだこの感じいい。まずはじめに、この網をね、焼くんですね。よし。かなり煙、ブワーってなりますんでね。お塩。味塩。この味塩ってね、本当にこれだけでうまいんですよ。なんかグルタミン酸ナトリウムとか入ってるからでしょうけど、ペペロンチーノとか作ってる時に、まあ意外とね、これだけで済むっていう場合があるんです。開けてね、そのパパって、おー、あった、あ、生きたやん。びっくりした。いや、大概ここにフィルムがあるんですけど、フィルムなかったし。早速、焼きます。業務スーパーで買ってきたネギマですね。わ、いきなりいい香りするわ。ちょっと塩をかけて、焼いてからかけるよりかね、焼く前にかけた方が味がつきやすい。いや、これぐらいがいいかな。めっちゃいいんじゃん。セブンイレブンで買ってきたので、まあ、おしぼりもついてきたということ。まあ、おしぼりはね、本当に万能ですよ。まあ、手も拭くのもいいんですけども、やっぱり、このアルミテーブルとかね、ちょっとこう、最後、こう塩とか、だいぶ落ちてきますんで、まあ、それをさーっと取ってね、まあ、掃除して帰るという。まあ、先に手拭いてからですね。もうちょっとしたらパリパリ入れようとしますよ。いや、最高やな、これ。本当ね、もうちょっと向こう見ながらしたいんですけど、向こうしたらね、焼き鳥だけ綺麗に映るんですね。だからまあ皆様にはちょっとこう上から下を見る方がまあ見やすいと。焼き鳥を見ていただくっていうね。いや今日はね、風が少ないかもしれん。うん。風が多い日はもうたまりませんけどね。もう早速、このチーズ&ホワイト。これは電子レンジ専用なんですけども、まあそんな、どちらでもいいっていう。今焼く方がいいでしょ。うわ、すっげえいい匂いする。ああ最高。これ焼き鳥屋できんじゃん、今。今焼き鳥屋できるわ。まあどういう風にするかって言ったら、釣りしてる方々に1本50円で売ります。50円で売りますよ。50円か、
それか50円がない場合は、まあない場合それは50円あるんでしょうけど、まあ50円またはチャンネル登録していただく、チャンネル登録していただいたら1本サービス、1人1本まで。よっしゃ、もうそろそろいいんじゃないのかな。いや、そうそういいです。ではもういただきます。うまっ。あ、塩味効いてめっちゃうまいし、もう、いや最高ですねこれは。よし、じゃあ2本目。うん、もう次が次へとこう焼いていかんとね。これ蒸してるからいいですけど、この焼き鳥って実はね、ほんと邪魔くさい、時間がかかる上にね、意外と根元の方がね生だったっていうの多いんですね。よくあるでしょ、根元まで 焼くとね、焼いちゃうんですね、この竹を。なんか食べれない時あるんですね。このままグリル入れたらもうここなんか真っ黒になってね、身はそんなに焼けてないんだけど竹が焼けてるということはありますので、業務スーパーとかで買う焼き鳥は蒸してますんでね、だから表面だけ軽くこうパラッとするだけでいいんですよ。うまっ。うん、ああそれビール忘れとった、じゃあビールを開いてて、あっしゃ、ではいただきます。うん、あーめっちゃいいですね。朝から ST31 は、まるはピンポイントにね集中火力なんで、あの火力は強いんですよ、集中的にちまちまね、この回しながらローリングしながらいろいろこうやっていかなあかんっていう、いやまあこれがねいいんですね。うん、酒が進んでしゃあないですよ。最高。いやこの煙がいいんに、いやこれでなんかこう釣りしながらね焼き鳥とかなんか良さそうですよね。もうぼちぼち良さそうじゃない。うん、ではいただき、この油のところがこうパチ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 してマグマのようにしてるところ、まあここがいいで、ウインナーもちょっとこう焦げてるっていうその辺ぐらいが大好き。うん、パリってこれは言いそう、熱そう、うわーうわ、うん、でここでちょっと横にずらしながら次行く。サビキの基本、手返しを早くすることによっていい時に100匹釣れるんだよっていうね。だから要はこうですよ、焼きながら食べながら、焼きながら食べながら、食べながら焼きながら、焼きながら食べながらっていうね、まあ、いかにこの効率よく食べた後に次焼いたらね、またねこのなんか温度差が出るっていうか食べてる温度差が出るんですよね。うん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 、あ完成、焼き鳥ウインナー1本500円。これ来た、これ来たんちゃうか、めっちゃうまい焼き鳥ウインナー、これ流行りますよ。いや業務スーパーのやつを上ちょっと食べて、でこのホワイトっていうやつをね半分乗せるんですよ。ああうまいうまい、いやこれ本当にうまい。でこっちはあのチーズ、いやチーズも合うんだよな、チーズ焼き鳥とか、まあ鶏にチーズって本当に合いですよね。よっしゃいい感じですね。ではいただきます。朝ちょっとあの塩もう一回追い塩、うん、なんかこうネギマがネギマっていう感じの色をします焼いた方が。これからね、これからちょっとあの生放送します。あのサブチャンネルケネチの日常でね、この近況生放送しますので、一旦ちょっとこう終了して、それでまあ途中でまた撮ると思いますので。いやこれは本当にもう見た目からしてもいいんでしょうけど、いや最高にいいですね。うん、あなくなっちゃったんで、 あともう一本前ね、一回ラーツでノンアルコールと思って
持ってきたらほんまにビールでしょ、びっくりしました開けそうになったっていうか、うわったよし、あ、いい感じでこのチーズソーセージが弾けてきたね。ソーセージとウインナーと本当にもうよう分からんっていうか、あのネギマいいですね、まあ、このここまで焼いたらあのネギマを食べてるんだなっていうこの皮のパリパリ感っていうんですかね。でこの冷凍そのままで、ね、ちょっとこう焼いたぐらいでしたらもうなんかネギマのなんかふにゃっとしてます。ここで最終合体よっしゃ、これ、うん、ウインナー焼き鳥、これを流行らしましょう。ウインナー焼き鳥で次はウインナー焼き鳥なんだけど、こっちはあのチーズウインナー焼き鳥。うわチーズあふれんばかりに出てきたで、ね、うわ最後決戦やすごい煙との決戦。うんうんうん、あのウインナーの質としては間違いなくこのチーズウインナーの方が、あウインナー食べてるって味がします。であの白ウインナーはあっさりしてますね。だからどっちかっていうとやっぱこのこってり派大好きです。うわー結構ね溢れ出てきた、うわチーズめっちゃ溢れ出てきた、こう見えますか、だからチーズ、まあ、こっちから食べてこっち最後ちょっと飲む、ではいただき、うわここからもチーズ出てきた、うん、あめっちゃうまい、いやこれやな、では最後このあっさり系で締めてビールで終わる。ごちそうさまでした。美味しく朝食いただきました。まあ、こんな感じで男休日シリーズいろいろアップしますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ケニチでした。あと、西成せんべろシリーズもありますので、よかったらおすすめです。